はいどうも。今回は高 IQ 者にメンサをおすすめしないと、そういう話をしていきます。メンサという高 IQ の方が所属できる組織というのがあります。これね、関西の番組マルコポロリで、ローザン宇治原さんがなんか番組の企画で受験して、で、入会してから、そのあたりからその知名度が高くなって受験者が急増したみたいです。ので、僕が受験したのが2014年なんですけれど、その当時はね、入会テスト実施の予約、これは結構気軽にできたんですね。僕も東京駅でやりました。でも、その翌年あたりからテストの予約のホームページを見ると、結構どこの会場も埋まっているんですね。で、なんかキャンセル待ちだったり、そういう感じでした。だいたい2015年、6年ぐらいから皆さんの入会試験を受けること、これ自体が結構困難になってきた、そういう感じですね。で、最近というか2020年ぐらいかな、感染予防のために受験が不可に受験ができなくなってるんですね。で、もしコロナが収まって、受験が解禁になったらまた面差熱が加熱するんじゃないか、そう考えています。でね、面差の入会テスト受験が解禁になってもおすすめしません。この受験が解禁になった後、その自分の IQ に自信がある人っていうのは受験すると思います。ただ私はおすすめしません。で、これ理由を今から説明します。まずね、対策が可能になってるんです。はっきり言って7年前まではメンサに入れなかった IQ の人、これがどんどん入れるようになる、どんどん入会テストに受かる可能性が出てきたんですね。僕が受験した時、メンサに入るためのなんか練習場みたいなのが、まあ、あんまりなかったんですね。IQ テスト .dk っていうのはあったんですけれど、まあ、それぐらいしかありませんでした。で、今って例えばノルウェーメンサだったり、めちゃくちゃ大量にそのメンサに入会テストの類似問題があるんですね。なので平均的な IQ の人がそういうのを練習して対策して入会できる、そういう時代になってしまったんですね。で、実際に医学的ななんか検査をして IQ が90しかないと、そういう人が面差会員になった、そういう事実がございます。ちなみにその人はなんか IQ150 と診断されている人と話が合うという理由で、IQ150 を自称しているようです。のね、面差がね、お金さえ払えば凡人にも入会できる、なんかモンドセレクションみたいな、そういう組織になりつつあると考えています。じゃあ実際に高 IQ の人はどういう組織に入ればいいか、これを説明します。他の高知能集団に入ってください。例えばメディックっていうのがあります。あるいはこれは組織ではないんですけれど、そのキャムズとかハイレンジ IQ テストという、そのめちゃくちゃ IQ の高い人が IQ を測れる、そういうテストがあります。こういうのに関してはネット上にそういったテストの対策、これあんまりないんですね。つまり初見で本当にピュアな実力を測ることができるんです。またキャムズとかそうなんだけれど、仮に対策法のなんかホームページができたところで、これは普通の人が対策をして点数を伸ばすと、それはまあ無理です。回答法の丸暗記だとどうしようもならない、そういう問題がたくさんあるんですね。というわけで、本当に自分の知能に自信のある人っていうのはメンサ以外のなんか高 IQ のテスト、これを受験することをおすすめします。以上です。